宇宙人狼アマングアスについて説明していきます。市民側であるクルーメイトと人狼側であるインポスターに分かれて行うゲームです。クルーメイトの勝利条件は上にあるような簡単なタスクを終わらせるか、インポスターを追放するかの2つがあります。インポスターの勝利条件はクルーメイトを倒してインポスターと同じ数にするか、サボタージュを起こしてタスクの時間切れを狙うかの2つになります。補足があれば動画内で説明していきます。はい、今回も解説していきます。インポスターです。今回は解説動画今まで上げてきた中で一番短いんですけど、なんか結構参考になる動きができたのかなって思って声入れていこうかなって思いました。はい、でいつもと同じようにサボタージュで邪魔しながらタスクの進捗を遅らせてキルできるタイミングを狙っていきます。なので、この後メッドベイ多分入りますね。メッドベイとかで人いないかなっていう風に、で最近やってるのがよくこうやってドア閉めて確実にイベント入られるの見られないタイミングでイベント入ってこういろいろ詮索していないなってやって、で黒がちょうどベッドベイ入ってあやれるぞって思ったので戻って、はい、黒をやってベントに入って逃げます。最近は結構これをこの動きを多くやっています。で、はい、気づかれてしまうんですけど、とりあえず、キルは見られていないので、なんて言おうかなっていうふうに考えています。でインポスターだったら基本的に、なるべく自分最終位置を、自分から言った方が白っぽく見られるので、まあそこは意識してるんですけど、今回は、キルしてから多分10秒以内ぐらいに、レポートされてしまっているので最終位置をちょっとまだ言えない段階です。なので最後カフェって今打ってはいるんですけど、これはちょっと様子見でどうしようかなっていうふうに思っています。送るか送らないか迷っていますね。で茶色がメッドベイで見つけたっていうふうに言ってて、キルしてから結構時間経ってたらもう普通に最後カフェとか適当に行っちゃうんですけど、適当にというかその時間経ってたらそこ本当にいた場所を最終位置として言うんですけど、今回は最終位置が、セキュリティなんですよ。あの監視カメラがある部屋なんですけど、あそこって今回キル発見されたメッドベイと、まあ、自分が実際に弁当を通って逃げたように弁当がつながっているっていうのが、まあ、みんなこうやってる人ならまあ共通認識であるので、最終位置どこですかっていうふうに聞かれて、セキュリティでしたってそのまま答えてしまうと、ベントで、やって逃げた説あるなっていうふうに私は疑われてしまうので、そこは避けようとしています。で最後、ウェポンというふうにもさっき言ってたんですけど、それも消して結局最後右廊下に一人でいましたというふうに完全な嘘をつきます。でこれ嘘をついた理由としては、アドミンって言って人数を部屋にどこの部屋に何人人がいるかで誰がいるかわからないんですけど何人いるかっていうのはわかる、システムがあって、それを見ていた人がいたのであえて、人数が把握できない廊下に最後いましたみたいな感じで嘘をつきました。とりあえず、まだ怪しまれてはいないので、まあ、みんなスキップとなり、このようにドア閉めてキルクールタイム稼いで、次のキルを狙っていきます。クルーメイトはさっき、茶色が見ていた、まあ、アドミンで、アドミンで、まあ、死体発見に至ったんですけど、アドミンとかあとさっきセキュリティにある監視カメラを見て、まあ、情報を集めてこの人インポスターっぽい動きしてるなとか、キル見ましたとか、そういう情報を集めていくんですけど、まあ、インポスターからしたらそういった情報を集めてほしくないのでこういった人はキルします。
紫は今監視カメラをまあ見ようとしていたので、なるべく見てほしくないなっていうのでキルしました。で、セキュリティのドアを閉めて死体発見の時間を遅らせて、今度、クルメットっぽい動きをします。逆にアドミンを見ると、まあ当然インポスターも見れるんですけど、なんかクルメットっぽく見えませんかね。なんかこう死体がないか確認するためにアドミン見てるよみたいな感じで、で実際茶色はアドミンを、自分が見る前に見ていて、多分気づいて紫を発見しに行ったという形だと思うので、私は逆にそれを逆手にとって、茶色とちょっと仲間っぽく、仲間っぽくではないですけど、茶色に白正面をしてもらうことを目標に、この会議で立ち回っていこうと思いました。で今アドミン見てそうだと思った。まあ、当然キルしたのは私なので、もうアドミン見るまでもなくそうだと思った、思ったというよりもう知ってたぐらいなんですけど、それを言うことによって茶色は、あそうか白も見に来てたもんなみたいな感じで、で、あだからじゃあやっぱ死体探そうとしてたんだみたいな、白じゃあちょっとクルーメットっぽいかなみたいな風に思わせていこうと思います。で黄色がアドミンいましたって言って、でそれにしっかりいたねっていう風に、肯定しています。当然黄色と私は合っているので、なるべくクルーメットの人と、白を出し、この人がクルーメットだと思う、この人がクルーメットだと思うっていうのをお互いにすることで、怪しまれることを回避する、動きに持っていきたいので、ああいうことを言っていたらいたねって言って、でそのレスポンスに白を折ったっていう風に言ってもらっているので、こういう風にじゃあここはとりあえず今はキルできませんねっていう風な、感じでうまく流れを持っていきます。で茶色も白いたねっていう風に言ってもらっていて、でもう完全にこの時点で茶色と黄色からの容疑者は外れています。相方の青は赤とすれ違ったって言って、まあ、赤も多分青とすれ違ったなっていうふうに思っていて、お互い白証明できているので、おのおの自分がインポスターだと思う相手に投票すると、まあ、茶色が一番ちょっと怪しいという感じになるんですよね。で茶色が疑われた理由としては、まあ、セルフ、自分でキルして自分でレポートしたんだろうなっていうふうに、思われて、で黄色が入れてしまったという感じですね。でそれで茶色が釣れて、インポスターの勝利になりました。はい、以上になります。ありがとうございました。